中華人民共和国、社会主義という国家体制のもと、今も厳しい情報管理が敷かれている。今回のような貴重な VTR が外部に漏れることは非常に珍しいことである。なおかつホームビデオの普及率もまだ低く、 UFO の映像が撮影されることも稀である。日本の気象庁にあたる中国気象局、その広大な敷地の一角に北京 UFO 協会は存在する。中国では UFO 研究は国家の公認活動なのである。中国での UFO 映像の情報を得ようと、我々はまずここを訪れた。北京 UFO 協会、ここでは海外にはほとんど流出しない中国での貴重な UFO 目撃例をもとに様々な研究がなされている。1998年中国湖北省で撮影された一枚。続いてこれは北京で撮影されたもの。オレンジ色に光る物体が時間を置いて移動していくのがわかる。写真を重ねてみると光が移動し分裂しているようである。95年北京市郊外、白く発光する巨大な UFO の周りに小さな3つの光が並んでいるのが見える。これは母船と小型船なのだろうか。ここ2年間北京の上空などではよく UFO が目撃されています。私たちの調査で目撃者は分かっているだけでも1000人を超えています。 UFO は中国では国家の安全に関わることだと考えられています。そのため政府関係者や軍部にとって UFO に関する情報は非常に慎重に扱われるべきものなのです。我々が入手した VTR についての情報は得られなかった。思っていたよりも教会の UFO 情報は少なく、何かを警戒するような過敏ささえ感じられた。そしてその夜、我々のもとに一本の電話がかかってきた。 UFO 協会の一人が匿名で情報提供をしてくれるというのである。果たしてその真意は何なのか。1時間後、顔は絶対に撮影しないという条件のもと、彼は我々の前に現れた。彼の持っているバッグの中には一体どんな情報が入っているのだろうか。我々が入手した VTR と何か関係があるものなのか。その VTR には中国の UFO 北京と書かれていた。早速 VTR を再生してみる。ビデオテープには強烈な巨大発光体がビルの上をゆっくり飛行していく様子が映されていた。テープをダビングしないという約束のもと、撮影は行われた。謎の発光体はフラフラと揺れながらゆっくりとビルの上を移動していく。それはあのメキシコで目撃された UFO を連想させる動きである。しかし我々が入手した VTR の物体とは全く異なるものであった。中国国内における UFO を捉えた映像というのは非常に少ないのです。この UFO 映像に関しては現在調査中ということもあり、公開されているものではないのです。でもあなた方が UFO の取材をしていると聞き、私はこの VTR テープを密かに持ち出してきたんです。さらに彼は驚くべき情報を提供してくれた。それは UFO に連れ去られた人物がいるというのである。我々は中国北部の黒竜江省で UFO に連れ去られた人の存在も確認しています。孟祥国さん、黒竜江省の山奥に住むこの男性が UFO に連れ去られたという人物である。そこで我々は彼に直接コンタクトを取ろうと試みた。しかし孟さんの家には電話がなく、現在は深い雪に閉ざされ取材は不可能。が孟さんから直接体験談を聞いたという人物に会うことができた。果たしてその体験とは。私が
黒竜江省で UFO にさらわれたという毛小国さんに会ったのは1994年の10月のことでした。毛さんの話によると村人数人と一緒に UFO を1994年7月中国北部黒竜江省の深い山に毛小国さんをはじめ村の男たち数人が分け入っていた。前日の夜に不思議な光が山に降りるのを多くの人が目撃していたからである。その正体を確かめるため毛さんたちは険しい道のりを数時間かけて登り続けた。そして謎の光が降りたといわれる山が見渡せる高台に到着したのは日も傾いた頃だった。おお、あれか。ああちょっと貸してくれ。ほら、どうだ、見えるか。あ、何も見えんな。何にも見えないな。あ、見えねえってよ。もっと向こうじゃねえか。そしてモーさんが双眼鏡を覗くと、うん、今のなんだ。どうした、なんか見えたのか。赤い閃光に額を貫かれたモーさんは気を失った。しかしモーさんが浴びたその光は周囲の人には全く見えなかったという。光はここに当たったそうです。事件から3ヶ月後に私が訪ねた時もまだその傷跡はくっきりとここに残っていました。モーさんは病院で診察も受けたらしいのですが、その時彼を診察した医者も額のその傷をはっきりと確認しています。そしてその夜モーさんに信じられない事件が起きた。モーさんの額には昼間浴びた光線の傷跡がくっきりとついていた。そして家の外が光り出したかと思うと、ただならぬ気配に目を覚ましたモーさんの前には全身銀色に光る宇宙人が立っていたのである。光に包まれたその姿は体長3メートル、目が異常に大きかったという。一瞬にして連れ去られたモーさん、そこで見たもの、体長3メートルの宇宙人に一瞬にして連れ去られたというモー小国さん、その時彼が見たものは、なんと巨大な UFO だった。母船と思われる全長約20メートルの青白く光る UFO は今までに見たこともない形をしていた。さらにその後ろに1機直径約10メートルの UFO が浮いていた。そして周りを取り囲むように小型の UFO が約40個浮かんでいた。表面は金属とも液体ともつかない独特の輝きで、その明るさは変化していた。ドームのような部分は黄色で息づくように光っていた。そして後ろに浮かぶ丸い UFO には謎めいたマークらしきものが船体に描かれていたという。モーさんの驚異の体験はさらにここから始まる。これはモーさん自身が描いた彼を連れ去った宇宙人の絵です。銀色の体をしていたというその宇宙人は身長3メートル、両手は省略して描かれているが頭と目が異様に大きかったという。次にモーさんが気づいた時には銀色の冷たい台の上に寝かされていた。足元にはモーさんを連れ去った宇宙人、そしてそのそばに宙に浮いた椅子に座る身長70センチほどの緑色の宇宙人もいたという。宇宙人たちはモーさんを挟んで向かい合って立ち、ネズミのような声で何やら会話を交わしているようだった。そしてモーさんは注射器のようなもの